はい、お疲れ様です。どうもどうも、面白いなぁ。疲れちゃん、こういうの好きだなぁ。いや、もう嫌です。あ、私は嫌です。クンバトだよね。いや、マジで無理だ。めっちゃ怖いって。これ本当ですよ。なんか運転手が怖いからなのか分からんすけど、止まる気がしんもんな。そう、なんか事故る気しかしないですもん俺。なんか楽しいがままに進んでいくだけじゃないですか。そうそう、今日はね、何って、あのブルーボネットって、あの名古屋 の、はい、あのフラワーガーデンブルーボネットってあるんですけど、はい、こちらですね、うん、あ、こちらか。そうです、ね、今日初めて来たんだけど、なんか今度8月の28日、はい、にイベントをやるんですよ、はい、で、なんかいろいろ、なんか本当にスポーツカーも来たり、警察とかも来たり、まあ、これちょっと詳細はまた最後に出ると思うんですけど、のイベントで、まあ、たまたま今日の知り合いがね、そういうのに携わっとって、なんかちょっと宣伝があってな、動画撮ろうぜみたいになって、はい、そこの社長がこれ持っとってさ、っていうやつなんだから、タイガー、これじゃね、また俺はもう面白くてしょうがない。本当に嫌だ。テンション上がってしまって、気に入っちゃっとるもんね。で、木下さん後ろ乗ってみてくださいよ。いや、俺フルスピードで。いかに、ダメだよ。絶対ダメだ。ガチ怖いっすよ。絶対ダメ。ガチ怖いっすよ。まあ、これさ、職人さんとか結構。嫌だ嫌だ、この音。はい、もうめちゃ握っとるから。乗っちゃった。めちゃらしゃーい。いますよ。自分が今一番頼む。そうそうそう、少年になってるだけだから。じゃあ来た。これで多分04対決だと思うんだけど、はい、まあ、ちょっと企画がね、はっきりしてないんだよ。一個さっきやって分かったことがある。プリウスは話にならない。プリウスは話にならない。絶対無理。無理だよね。無理無理。スポーツにしても多分無理ですよね。もうパワーモードにしても。ちょっとじゃあフェアリーも撮ってくる。うわぁ、すごい、うるさい。これ許可取ってますね。はい、難しいですよ。やばかった。そう、生きてた俺。顔は分からんけど、俺めちゃくちゃ生きてた。分からんけど、雰囲気だけは。雰囲気出た。中覗いたら分からんけど、雰囲気は良かったかもしれない。雰囲気は、俺乗ってる人が誰か分からんから。乗ってる人は分からんかったら大丈夫かもしれない。あ、結構奥まで踏み込めるな。踏んでみるわ。フェラーリ買ってよかったと思う。初めて買ってよかったな。ここで来た。ここで来た。なんか来た。こっちから見ててもすごかった。止まれるのと思ったもん。そう。あ、行き過ぎでしょ。ダメ、やばいやばい。やばいでしょと思って。これ行けんかったら事故るやつやんと思って。カツドも行くやつやんって。カツドも行っちゃうやつやんと思って。これガッシャンで。死ぬやつやん。命なくなるやつやんって。ガッシャンで言って笑い事になるやつやんと思って。冷えた。ちょっと気持ち冷えんかったけど。いや、なんかすごいなと思って。すごい勇気だなと思って。いや本当に遊び心満載なんだなと思って、こういうやつが一番でしょ。やばいやつやんと思って。まあ、今から多分0円対決なんかやると思うんですけど、8月 28?、はい、30? 28日曜日だな、その最終日曜日に。で、ね、理解道場のイベントがして、
あのまあ塗装の見積もりとかも取れるようなイベントなんです。外壁の見積もりとか相談だけでも、まあ、来てくれるのと、まあ、あとは YouTube 見たよとかああいうのもいいし、でまあ本当にいろんな、結構すごいんでしょ、名花の里みたいなんでしょかな、俺も行ったことない、名古屋バージョンみたいな、結構力入れとるみたいで、イベントも結構大掛かりで、あれも来るよ、なんかキッチンカーとかも、ああキッチンカーとかも来たり、ぜひね参加もまた最後、まあ、詳しくこうペロペロって出るんで、まあ、また参加の方も、じゃあちょっと俺らは待機しようか、はい、視聴者の皆さん、元アイドル、あの今回の企画の運営のサイドだよね、はい、運営サイドの方で、なんかマクラーレンまで出してくれたの、マクラーレンは私のじゃないですけど、はい、出してくれた、ちょっと、じゃあ奈々ちゃん乗ってみんや、マクラーレン出た、あの運転するのはいいけど、俺のやつとかにぶつけんねえ、私は乗るんですか、乗ってみんや、運転したことないですよ大丈夫、やばい人生初がマクラーレン、低いです社長のフェラーリの方がいいんじゃないですか、あいや俺乗る、乗ってもいいよ全然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 椅子の動かし方とかわかる、いや全くわかんないですよ、乗ってあここだな、一回エンジンかけて、私これ、うん、あの乗っちゃうと今は短パンなので、うん、汗びっしょりしちゃいますけど、いいよいいよ、舐めとくで俺、帰り帰り舐め回してくれ、請求しますよ舐め回す、舐め回す、これをそう刺すところでしょ、刺してぐるぐるって回して、ぐるぐるって回して、うん、で、でブレーキ踏んどる、ブレーキ踏んでない、どれですかブレーキ、ブレーキ、嘘そうマジでマジでわかんないんです、嘘そう、左側、左側を、うん、はい、踏んで、おー、なんで、あ、右アクセル、ガー踏んだらやばいじゃない、やばいっすか、ちょ、あ、ちょっと待ってよ、助手席乗るわ、いける、いけます、わー、いい、私有地なんで大丈夫です、あ、オッケーです、許可取ってます、許可取ってます、まっすぐね、いいよ、まっすぐですね、おー、いい、いい、いい、ちょちょ、オーマイガー、ハンドル回すか、ゆっくりね、ハンドル回すか、一回ぐるーっとハンドル回す練習しよう、ハンドル回す、ゆっくり、わー、オッケーね、あ、ゆっくり、もっとゆっくり、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ、怖い、ハンドル全開、ハンドル全開、そういうことか、あ、もっとゆっくり、あ、危ない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 、で、これで、もう一回押したら2になる、2になる、これで2、はい、ブレーキ動かない、もう、交通安全は守りましょう、交通安全守りましょう、はい、シートベルト着用、OK、よし、で、いける、いきます、いける、いける、いける、ありがとうございます。ありがとうございます。イベントの共同主催者、あ、よろしくお願いします、小林です、お願いします、いくらするんですか、もう俺2000円飲めなかった、ちょっと紹介見てどうするえ、あ、これかバキーって言われそうだもんえ、ナナちゃん開けたって、はい、わかるもん決めポーズ、わざわざ、おお、かっこいい、すごい、すごい、中もめっちゃ綺麗やん、ね、すごいな、何モニターみたいな、すごいシンプル、これも04一緒にやってるんですか、あ、今からですか、はい、あ、今からですか、はい、おお、よしよしよし、はい、ということで8月28日の日曜日、ここ名古屋港ワイルドフラワーガーデンブルーボネットにて、交通安全イベントを開催いたします。警察車両も来ますし、自衛隊のジープも来ますし、はい、もうバイクとかもうたくさんの、自衛隊も来るの、もう来ます、こんな感じでちゃんと敬礼しないとダメですよ、はい、わかりました、はい、敬礼、はい、声がいい、直れちょっと後でちょっと土下座します、園内の中にはあのスーパーカー、ね、はい、たくさんあの並びますので、子供たち、そして親子、そして車好きの皆さん、ぜひ遊びに来てください、ね、子供向けのものも結構出るんですか、来ます来ます、
結構いろんなものが、はい、動物園が来てくれたりとか、はい、あとキッズダンサーさんのパフォーマンスとか、はい、結構いろいろありますね。なんかさっき言ったようにトラックになんか夢をなんかこうあって貼れてる。そうなんですよ、子供たちも、うん、あの夢をはあの書いてるんですけど、その書いたものをはい、プリントアウトされた大きい10トントラックがここにやってきます。そう、奈々ちゃんがやるとすっごい大きさ、すっごい大きさ、すごい一応激しい2人とめっちゃ回ってる超激しい2人とも強すぎて、はい、まあ、当日はね、あの食べたり飲んだりもできますし、はい、あの動物たちとの触れ合いとかもできたりするので、はいはい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ、よろしくお願いします。じゃあここからはゼロ対決、はい、なんとちょっとセクシーショット出してくれるみたいで、スターターをさせていただきます。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。なんか途中で止まってるんですけど、もう諦めましたね。すごい、でも戻り早いなんか諦めて帰ってきましたね。途中離脱しましたよ、ね、あのまま話せんならんわ何の勝負にもならんわありがとうございました。はい、ありがとうございました。ブルーボネット8月28日イベント、はい、僕も行きます。はい、皆さん来てください。はい、なんか本当にもうすごいの来るんですね。すごいのも来て、車がもう本当に楽しく面白く学びもあるので、はい、はい、ぜひ。どんなのですか？車。俺全然これ聞いてもわからなかった。できれば先に言いたくない車。ああマジですか？ポヨヨヨヨヨっていうのが、はい、あ、だからもうビビるよみたいな。お楽しみにレベルですね。まあそういう楽しみだね、大人は。そうですね。でも本当子供向けでいろんなキャンペーンもあるらしいんで、はい、ぜひ子供連れで、はい、皆さん職員の皆さんも来てください。よろしくお願いします。ます。せーの、また見てねー。